広島大学の渡辺です。先ほどご紹介ありました通りですね、情報セキュリティガバナンスに関する、実態調査ですね、を、7年目ですかね、今回。はい。そのあたりの、調査結果の報告とですね、いろいろこれまでやってきた、観点で、少し皆さんにも何か情報共有できれば、情報提供できるということを、お話ししていきたいと思っています。はい。で、今回の発表内容なんですけれども、2016年度が、7年間ですね、学術機関向けに、クラウドの活用を、活用を踏まえてですね、その情報セキュリティガバナンスを、アンケートを回答いただいて、その組織等の現状をですね、把握する、そういった調査を行ってきております。で、その報告の場が、今回、毎年、ここの NIA のオープンフォーラムでさせていただいているということで、その結果報告を踏まえて、情報提供させていただくということになります。で、今年度、2024年度、昨年度においてはですね、デジタルトランスフォーメーションですね、DX 推進、このあたりを支える IT 基盤における情報セキュリティガバナンスっていうのはどういう観点が必要だろうかというところを少し追加したアンケートになっておりますので、その辺を皆さんと共有したいと思っています。はい。で、調査の概要等はですね、ここに書かれている通りで、基本的には情報システムとか情報セキュリティを運用管理している部署の担当者に対してアンケートするというようなところがまず一つになっています。それを踏まえて、その回答を踏まえてですね、その組織の情報セキュリティガバナンスっていうのは、どういった課題があるんだろうか。あるいはその次、どういうことを取り組んでいけばいいだろうか。それを一つ報告書としてですね、お渡しして、次につなげていただく。そういうような実態調査の目的になっています。で、この活動自体もですね、それを継続的に続けていくことでですね、ガバナンス、学術機関における情報セキュリティガバナンスの、向上に向けた、そのベンチマークみたいなものを策定するということとですね、今回 DX を支える、IT 基盤を想定したガバナンスとかマネジメントですね、情報セキュリティマネジメントの、どういった観点が必要だろうか、そういったようなところを何かしら提示できるということを一つゴールにしています。はい。で、ここは概要ですけども、2022年度はですね、12月の1日から26日のこの期間で、実際、調査に参加したいという期間が36期間ありましたので、そのあたりに対して、アンケートを行ったということになります。で、新しく入られたですね、期間というのは4期間だということで、大体、これまでやっている、過去やってきた調査においても同様なような傾向が見て取れているという状況です。基本的には40前後の期間に対してアンケートを毎年やっているという状況です。はい。で、アンケートに関してですね、大きく3つの質問の構成になっています。で、最初1つ目の質問1っていうところはですね、いわゆる今回の、メインテーマである情報セキュリティガバナンスの状況を、把握する、それためのアンケートになっております。で、質問2に関してはですね、いわゆるクラウドの活用、利用状況を聞くという意味で、いわゆる情報資産の管理状況を把握するというものの中身になっています。あと、質問3に関してはシーサーですね、そのあたりの対応状況を把握するというようなものになっています。で、基本的にはちょっと今回時間の関係上ですね、質問1のこと、このガバナンスの状況の関してのお話に入っていくんですけども、今回、2022年度は DX の観点を含めるということでしたので、このあたりは質問は大幅に見直しをしているという状況でございます。あとは、その情報セキュリティガバナンスを評価するというところで、目標価モデルっていうのをこれまで作ってきたんですけども、そこの簡単な紹介です。基本的にはですね、4つの評価基準とですね、4つの評価基準をもとに、いろいろその組織がどういった能力があるかっていうのを測って、総合的にこの5つのステージでどこのステージにいるのかっていうのを、個別報告書で、報告させていただいているという形になります。適応力は、いわゆる情報セキュリティとかです。いわゆる情報システムが変化するとかですね、方針が変わるとかっていったところに、そこでそのセキュリティの観点を踏まえて、変化に適応できていくか。
まあ、そういった準備ができているかとかですね、そういった能力を測るものになっています。で、管理力はいわゆる情報セキュリティマネジメント力です。です。対処力はいわゆる CISA との、能力っていうんですかね、っていうことです。で、自己啓発はいわゆる教育とか訓練、そういったものを、アンケート回答いただいて、今どういった状況にいるかっていうのをステージで評価するというようなものになっております。はい。で、まあ、広島大学の場合はですね、まあ、多段的な評価をしていまして、いわゆるオンプレみたいなところを踏まえてです。まずはオンプレだけでも、まず、情報セキュリティを維持しましょうと。それができているかっていうのを確認した上で、じゃあ、クラウドへの展開したときとか、あるいはテレワークをしたとき、まあ、そういった総合的に含めて、そのガバナンスをどこまで維持できているか、管理できているかっていうところを、まあ、多段で評価していくっていうようなステージになっています。で、個別報告書に関してはですね、まあ、このあたりの総合的な総括ステージの評点を示しながらですね、もし連続的、過去を受けた方がいらっしゃれば、その差がわかるようなものを提供しているということです。あとはですね、まあ、今回ちょっと求められる水準みたいなところをこちらで決めていたので、そこには満たしていなかったようなところに関しては、次回頑張っていきましょうというような形で今後のポイントとして紹介しています。あるいは連続で受けていただく方に関しては、より向上した点に関しては、逆にそれをとても良かったですという形でアピールするような、一つの個別報告書としてまとめるというようなことを、フィードバックとして与えているというような状況でございます。で、今回はですね、一番ちょっとここで、皆さんと、まあ、情報共有させていただきたいと思っておりまして、先ほどの情報セキュリティガバナンスで、まあ、状況を把握するためのアンケートっていうのをまた大幅な見直しを行いました。で、これまではですね、いわゆるクラウドサービスをこれからまあ導入していくっていうところが多かったので、そこを踏まえて、いわゆる情報セキュリティマネジメントシステム、ISMS ですね。これをベースに、必要最低限でですね、絞ってアンケートを作ってきたというところがあります。いわゆる ISMS は、まあ、国際規格ですので、まあ、やるべきことですね、セキュリティとしてまず必要なことで、どういう観点が管理しなきゃいけないか、まあ、そういったある意味決まっているので、そこに先ほど言った通り、セキュリティマネジメントしていく部署で、まず必要最低限だろうなと思われるようなものをちょっと絞ってアンケートを作っていったというところがあります。なので、ある意味ゴールが決まっているので、そこからこう、段階的にどうステップ踏んでいけばいいかっていうところを、まあ、ある程度我々も、すみません、広島大学もですね、認証を取得した経験を踏まえてですね、まあ、ステップが踏めるというような、経験を踏まえて、そのあたりを参考にアンケートを作ってきたということがございます。で、一方でですね、DX 推進をさらに踏まえていく、まあ、そういう支えるような IT 基盤を前提としたときに、まあ、広島大学の場合、まだそこまでなかなかできていないという、ある意味未知の領域でしたので、まあ、私自身も経験がなかったということで、いくつか資料を参考にですね、その情報セキュリティガバナンスどうすべきかっていうところはちょっと洗い出したということがございます。で、そこに参考にさせていただいたのが、アクシーズであるこの大学トランスフォーメーション検討タスクフォースで提言されています、まあ、資料ですとかですね、経産省の DX 推進指標とか、あるいは総務省が提供されています、テレワークセキュリティガイド。このあたりをですね、参考に、まあ、ある程度こう、DX 支え基盤はこんなもんだろうということを踏まえて、じゃあ、必要なガバナンスを、評価するためには、こういう項目が必要だろうということを改めて整理させていただいたということです。で、今回考えたのがですね、基本的にですね、まず ISMS は PDCA を回していくというようなものになっています。情報セキュリティ管理という意味ですね。で、まあ、プランというフェーズにおいては、ここに書かれていますように、まずはやっぱり、その組織を守らなきゃいけない資産って何だろうかっていうのは当然特定しなきゃいけないですし、それをまあ扱うようなシステムであったり、人、まあ、そういった関係者ですね。ですとか、それを踏まえて、じゃあ、学外から、あるいは学内で、その課題っていうのもやっぱりきちんと定めていくっていうことが必要になっていきます。で、まあ、外部の課題とか内部の課題ってよく言うんです。まあ、例えば外部の課題だと、例えばサイバー攻撃とか、あるいは自然災害とか、まあ、よく思いつくようなこともそうですし、例えば、企業に外注して、
実際に企業の方が運用していただいているとか、そういったことがありますので、そういった点も踏まえて、何かオペレーションで課題があれば、きちんと定めていくと。内部の課題も同様ですね。はい。そういったようなことを聞き入れることということがやっぱ重要です。それからですね、それを踏まえて、やっぱリスクアセスメントしなきゃいけないっていうところも重要になってきます。つまり、その組織で守らなきゃいけない資産に対して、今やってる対策とかオペレーションのやり方があると思うんですけど、そこに対して、じゃあどういったリスクがあって、で、今ここまではなんとか頑張って防げてるとか、あるいはこれを、この防げてないので、ここを次頑張っていきましょう。まあ、そういったことをきちんと評価しながら、自分たちの課題として、これからの課題として、まあ、ただ進めていくということが重要になってきます。ということとかですね、あとは、セキュリティの活動に対して、まあ、達成目標を定めるとか計画立てていく。まあ、こういったことが当然重要になってくるということになっています。そして、do のフェーズに関しては、まあ、基本的にはその目標達成とか、デザインの時に、まあ、毎日の活動において、まあ、それを書籍となるものを残していくとかですね。あるいはリスクに対して対応していくとか、マニュアル等の見直しをしていくとか、あるいは教育訓練していくっていうことをやっていきます。で、チェックに関しては、そのやり方とかですね、まあ、方針とか、まあ、それを含めて、やっぱり見直しですね。評価をして、見直していくっていうことが重要ですし、まあ、監査っていう観点ですね。やっぱり、セキュリティこういうことを守っていかないといけないって、ある程度決まってるので、それに対して、自分たちがこのように、こう、維持活動していきます。で、きちんと、じゃあ、そのエビデンスをもとにできたかどうかっていうところを、まあ、やっぱり第三者の目線で監査していくってことも、やっぱ重要というふうに考えられています。あと、ちょっとこれは、ISM 的に用語です。マネジメントレビューってありますけども、いわゆる CISO 相当も含めて、1年間の活動が結局どうだったかをきちんとやっぱ報告して、結局その次の課題を新たに見つめ直していくっていうことがやっぱり重要ですので、まあ、そのあたりが必要。で、あとアクションを、まあ、その次回に向けての準備とかしていくというようなことが必要になっています。で、それらを踏まえた上で、昨シーズンのその報告書とか DX 推進の指標とか、まあ、それを見つめていると結構似たようなところがあったりはします。で、昨シーズンのこの、提言の中にはですね、やっぱり今後の大学の ICT 基盤というのは集約化、共通化、共同化がやっぱりポイントだろうというふうに言われています。まあ、これも、他のところも結構よく言われてるんですけど、今までは部署の中で自前でこうシステムを作って、で、パッケージなどをカスタマイズしていって、こう個別最適でやっていったと思うんですけど、もうそこはやっぱり部署横断的な何かしら共通化とか集約ですね。まあ、あるいはクラウドに集約していくとか、そういう考え方になっています。それをより進めていくっていうことが今後重要だということが言われております。はい。で、DX 推進基盤、あ、すみません、経産省の DX 推進仕様とかのガイドラインです。まあ、ここにもですね、やはりこのデータ活用、スピード、アジリティ、全体最適。まあ、こういったようなキーポイントが示されています。今後の IT システム構築すれば、そういうところで重要だと。やはりこのスピードっていうところとか、まあ、アジリティは、追従っていうんですね、その変化に対して、こう、瞬時にこう、適応できる、追従できる。そういったところがポイントになってくるということがありますので、まあ、それをするためには、やはり、まず、情報資産を当然、まあ、何をこう優先して守らなきゃいけないかとか、ですね。それに対する、まあ、評価ですね。何が良くて何が悪いとかですね。そういった評価のやり方とかも、当然、求められていきます。で、あとは競争領域とか非競争領域のところで特定ですとか、非競争領域だと標準化みたいなところですね。だけども少しあったんですけれども、例えばメールサービスとか、ウェブサービス、まあ、どこの大学でもやってると思うんですけど、もう今やマイクロソフトとか、クラウドで使っていますよね。で、そこに、まあ、ある程度競争領域ってあんまりなくて、じゃあ、それは共通ですね、集約して、クラウドサービス一つやっていくと。そういうようなことを、その組織の中で何がこう取捨選択しながら、これは競争領域なんだ。例えば研究だとやっぱり研究ならではのその、ID フラみたいなものが必要だと思いますし、そうではないところにきちんと住み分けながら、非競争領域に関しては標準化とか、その共通化を目指していきましょうっていうのがやっぱり、示されています。はい。あとテレワークに関しましては、これも基本的にここに書かれてるんですけども、もう大体やっぱり ISM 的に似たような項目がたくさんあったりします。ただし、ちょっと新しいワードとして出てきたなと思ったのが、ゼロトラストですね。
これがある意味、まあ、章として今出てきているので、まあ、今後やっぱりこのゼロトラストという考え方は、やっぱ主流として、まあ、総務省としては出しているような形になっています。あと、脅威インテリジェンスですね。今までこう、外からの攻撃って正直コントロールできない範囲なので、じゃあ、いろんな攻撃パターンを前提に、なんとなくこう、境界で、内部のところで、まあ、100%を目指したこう、対策をしてた。もう、それも難しいので、いわゆる、攻撃側の情報っていうのはある程度収集しながら優先して対策しなきゃいけないことをやっぱりやっていきましょうみたいなことをですね、こう、脅威インテリジェンスっていう考え方もワードとして取り入れられてるっていうところがちょっと新しいなと思ってまして、そのあたりを進めて、まあ、全部はさすがに難しいので、ちょっとポイントを3つぐらいに絞ったというようなところになります。やはりまずはちょっと明確にこれまでなかなかできてなかった部分ですけども、情報資産とかですね、利害関係者、こういう課題。これをやっぱりきちんとやっていき、自分たちの中で特定できるようにしていきましょうっていうのをちょっと質問の中に明確化したというところです。あとは達成目標ですね。まあ、DX なんてそうですよね。やっぱり一気にこう DX の何かこうできるわけじゃないので、ちょっとずつこう数値目標みたいな達成する。それも組織として目標を持って達成していくっていうことが多分ポイントになっていると思うので、まあ、今回はこの情報セキュリティガバナンスですけども、セキュリティの維持活動において何かしら数値目標を達成して、これをちょっとずつ積み上げていけばいいんじゃないというような観点です。で、これも、一部署だけじゃなくて、やっぱり組織全体が目標を持たなきゃいけないので、そこに目指さなきゃいけないというところで、まあ、いつでもどこでもこう把握できる。そういうようなことが必要なんじゃないか。っていうところを観点に、ちょっと質問を修正したっていうところが、追加としてということですね。で、あとは、いわゆるセキュリティ維持管理ですとか、まあ、シーサーとの活動においても、やっぱりここのスピードとかアジリティが求められてくるので、まずは必要な情報を多分収集しなきゃいけない。これも当然、まあ、最低でも自動化みたいなことは多分求められてきてますし、それをまた、ただ貯めるだけじゃ意味ないので、分析評価していかなきゃいけないですね。まあ、そのあたりをきちんとできているかどうかっていうところとかですね。あとは、その結果をやはり次に改善につなげていく。ために、こう、総合的なマネジメントレビューみたいなことをされてるんですけど、そういう監査なり、まあ、事務所でみたいな、そういう結果も、組織全体に共通しながら、じゃあ次、全体として、こう、何をやっていかなきゃいけない。まあ、そういったことができるかどうかっていうところは、まあ、ポイントなんじゃないかな、というふうに思って、その観点を踏まえた、まあ、質問事項を、ちょっと、まあ、見直したというような状況です。まあ、これは、あくまで参考です。ちょっと、細かすぎるので、あれ、簡単に説明ですけども、基本的に4つの評価基準があるというところで、25問を、まあ、いくつか各能力ごとに測るための分、グループを作ったような構成にしています。で、先ほどのように必要なものに関しては基本的には残すように形にしまして、新たに、まあ、ちょっと足りないだろうなっていうものは新しく、こう、ちょっとニューと書かれてますけど、こういうことは新しい質問として追加したというような状況でございます。で、これまではですね、やっぱり導入、クラウドを導入していくってことはちょっと、まあ、一つ、ポイントだったんですが、今後はですね、やっぱり、もうクラウドの導入って、まあ、結構今もう当たり前になってきているので、それを踏まえた上で、自分たちがこの導入とか、こう、利用活用に対して、より管理しながら評価していって、で、見直して、本当にそのクラウドがきちんと使えてるのかとか、っていうところを重要な、いうふうに思いまして、その管理力とかですね、そこのあたりを少し質問としては厚めにしというようなものになっています。はい。で、ここからはですね、ちょっと、じゃあその質問に対してどういった結果だったかっていう状況に、をご報告いたします。で、これはですね、まあ、先ほどの総合ステージの評価数値になりまして、まあ、いわゆる、これがステージ1から2、3、4、5です。で、多かったのが指向組織と呼ばれるステージ2相当の組織が、まあ、大体8割だったと。なので、まあ、これも多分皆さんもなんとなく感覚的に持ってられていますけど、やっぱり DX をこれからまあ頑張っていこうと。その準備に今、入ってるっていうところは多くの大学だと思うんですけども、まあ、数値、あの、アンケートの結果としてもそういう傾向が見て取れたという状況でございます。はい。
それから4つの、まあ、能力ですね、評価基準を、まあ、別に見てみますと、より適用力っていうのがやっぱり平均的には高かったっていうところです。なので、まあ、これから DX を踏まえて、IT 基盤を整備していくっていうところに何が必要かっていう今準備段階だとは思うんですけども、まあ、そういったところの準備を頑張ってやってらっしゃるっていうところで、なんとなく評価、総合ステージが上がったのかなという印象を受けています。また、教育訓練ですね。ここもまあ、比較的、取り組みやすいことだと思いますので、その平均というのは上がったというところ。一方で、その管理力とかの対処力、どこがまあ平均的にはちょっと下というような状況でした。はい。で、これは先ほどのこの4つの評価基準を、まあ、簡単に、どのステージに分布して、どのステージに分布しているかっていうものになっています。まあ、過去に書いてますと、基本的にはやっぱ適用力とか自己啓発が全体を少し折り上げて、ということで、まあ今後 DX を含めてその IT 基盤を検討する上でですね、その整備とか方針とかを頑張って今準備している。それから教育訓練ですね。まあ、そういったことを取り組んでいるというような傾向が見て取れていると。一方で、その管理において、その自分たちの今やってる、管理のやり方ですとか、あるいはマニュアルとかも含めて、それをじゃあ自己評価して改善につなげているかっていうと、どうもまあなかなかできてないんじゃないかっていう印象を受けているという状況でございます。はい。で、あとここに関してはですね、25問の質問において、まあ求められる水準にちょっとまあ足していなかった質問の参加期間を積み上げているようなものです。だから横軸は質問。で、縦は参加期間の数になりまして、例えばここの問い12に関するところですと、いわゆる管理手順とか対応フローの共通化っていう、まあ、質問なんですけど、まあ、なかなかできていないので、こういう期間が多いので、こういうふうに積み上がっているというような状況でございます。あとは、やっぱここのリスクアセスメントですね。リスクアセスメントで実施していないっていう期間がやっぱ多いので、まあ、こう積み上がっている。だから今後頑張っていきましょうというような形になっています。という形で、やっぱり管理力のところにおいて、まあ、もちろん質問がちょっと多い部分があるんですけども、全体的にこう、テレワークの実施とか、テレワークを踏まえたそのやり方の評価とかですね。あるいは、何かしらやるべき目標を立てて、それをきちんと達成できたかどうかの評価。で、それを踏まえて結局、次何をやらなきゃいけないとか改善。そういったことがちょっとなかなかできてないっていうのが、このあたりがやっぱ出てきてるので、管理力と数値と、まあ、それに、まあ、低めに出てきている。まあ、逆に言えば、次頑張るべきポイントっていうことになっています。そうですね。はい。で、対処力に関しましては、まあ、それ、組織内に、まあ、こう、対処のやり方が適切にできているっていうところあるんですけども、じゃあ次、素早くというか、迅速にできているかっていうふうに、こう、選択肢を増やすと、やっぱガクッと落ちるってことですね。まあ、これも、その回答する人に分ってあれなんですけど、まあ、ちょっと質問は本当にちょっと見直す必要があるかなと思うんですけど、まあ、そういうような状況が見て取れますし、監査においても、やっぱりまだできていないっていう期間が多いので、こういったところ。なので、やっぱり、いわゆる共通化とか、その評価ですね。っていうところが、やはり、今後、その学習期間として、やっぱり頑張っていかないと、何か、まず自分たちの今やってることを評価して分析して改善つなげていく。いわゆる DX の普通の考え方だと思うんですけど、そこをしないとやっぱりなんか DX 頑張ってやりましょうって言っても、なかなか難しいんじゃないかというところが見て取れたという状況でございます。はい。あとはここに関してはちょっと参考程度です。今回質問が新しく変えたので、過去の評価のなんか、政治と比較して、まあ、あまり、まあ、なかなか、微妙ですけれども、ちょっと傾向としてですね、今回、機構組織が8割程度だったのが、まあ、初年度、2016年度、これがクラウド導入する組織に対して、今の状況を確認するという意味でやったんですが、まあ、結構似たような傾向が見て取れたので、まあ、今後ちょっと期待するのは、これを続けていくことで、政治利用の機会が増えていくっていうようなことですね、を期待したいなと思っています。で、これも、ちょっと過去の、各の指標ごとに並べたものになりますけれども、基本的にこの適用力っていうのは、まあ、結構大学等は結構頑張ってらっしゃるんで、ここはどん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 今後は上がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。まあ大体3、4年かけてこう上がっていくんじゃないか。管理力も大体そうですね。ただ一方で対処力とか、まあ自己啓発、ちょっとこう多少あれ、増減がありますけれども、
なんとなく傾向としては、3、4年かけてちょっとずつやっぱ上げてくるっていうのが、まあ、大学ならではなのかもしれないんですけど、そういうような傾向が見て取れるということになります。ただ、まあ、多分 DX っていう、先スピードとかアジリティみたいなことキーワードがあるんで、3、4年かけてちょっとずつ上がっていくっていうのは、本当はこう、短いスパンで、こう、うまく対応できるようなことが多分今後求められてくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、じゃあそれに対してこう何が支援できるかっていうのは今後の課題なのかなっていうふうに印象を受けています。はい。で、今後、まあ、ここもポイントになるとは思うんですけども、このステージ2、いわゆる指向組織が多かったということで、最低でもまずステージ3に目指しましょうというところで、ここで上げさせていただいているところです。まあ、適用力に関しては、いわゆる自分たちが何をセキュリティを要件としてまず定めなきゃいけないかっていうことをやっぱりやらなきゃいけないですし、重要なシステムとかデータを特定していくとか、まあ、結果、計画などを立てていくみたいなことがやっぱり重要なのかなと思っています。で、管理力に関しては、やはりテレワークとかも含め、共通化ですね。とかですね。あるいは、ここで定めたセキュリティ要件で、まあ、クラウドを含めて、こう、その要件を満たしてくれるか、いわゆるチェックですね。評価をやっぱやらなきゃいけないですし、リスクアセスメントしなきゃいけないかなと。まあ、そういったことが、重要じゃないかなというふうに考えています。はい。で、対処力に関しても、このあたりですね。いわゆる迅速さっていうのは、まあ、今後多分ポイントになってくるかと思うんですけども、まあ、ちょっと質問もですね、質問や選択肢ももうちょっと見直した方がいいかなというふうに個人的に思うので、ちょっとここは見直す可能性があると思ってあります。で、自己啓発も同じですね。内部監査みたいなところがポイントなのかなというふうに思っています。はい。で、本年、2022年でちょっと追加で任意回答のものを求めました。DX 活動があればお答えくださいという形で、まあ、任意回答ですけども、16機関が回答いただいた45%です。で、これを、まあ、ちょっとキーワードだけをパッと見てみますと、やっぱり事務系と教育系を中心に、これからこう頑張っていきますっていう回答が多く見られております。このあたりのキーワードですね。ただ一部もシステム自体、もう DX もやって、システム導入していますとか、もうアプリ開発もやってますっていうような機関もあったりしました。まあ、その機関だけ見てみると、やっぱ、数値、ステージ、総合ステージはやっぱちょっと高め。っていうこともあるので、まあ、そういう傾向が見て取れたということです。で、問い27に関しましては、まあ、DX を推進する課題ですね。とかですね、そのクラウドサービス確保を寄与できることっていうことを、お考えをお答えくださいというふうにさせていただいて、これも重要機関の方が答えていただいています。まあ、このあたりもやっぱり業務改革の意識改革というんですかね。まあ、そのあたりやっぱり課題ですとかですね。で、先ほども少しありましたけども、政府調達の評価基準で ISMAP ですね。このあたりがもうちょっと、少ないところが課題であるとか。あとはやっぱり内部の規則化とか、まあ、セキュリティと利便性のその共存みたいなことで、どうデータ保護したらいいのかっていうようなところが課題ですとかですね。あとやっぱりここがちょっと面白いなと思ったのが、やはり一般企業と違って、こう、課題を定めて目標を決めて、こう、徐々に進めていく。っていうことがやっぱり難しいので、まあ、文科省がちょっとわかんないですけど、もう少しベストプラクティスを啓蒙活動して、それをこう大学がうまく参照しながら、自分たちの取り組みにこうコミットしていくっていうことがとても重要かなというふうに思います。はい。あとは人材とかですね、経費とか、このあたりが課題だと。で、クラウドに関しては、いわゆるこう、よく言われる、メリットですね。に関してはよくあるんですけども、まあ、最近だともうマイクロサービス化っていうことが当たり前になってきているので、基本もクラウドネイティブって考えですね。要はクラウドサービス使うために、今の個別最適だったシステムを本当に最小限の要求にして、クラウド側も使えるように、そこの取捨選択できるようなことを頑張ってやっていかないといけないかな。なので、このクラウドメリットを生かすためには、そこを頑張らないといけないのかなというところがあったりします。はい。あとはやっぱりノーコード、ローコード開発プラットフォームっていうのもやっぱり重要かというところがあったりします。結局、IT に詳しくない事務の方も含めてですね、何かしら分析とかしなきゃいけないので、そこのあたりを当然データとかですね、含めて共通に使えるようになった上で、ノーコード、ローコードのプラットフォームを介して何かしら分析する。で、課題解決につなげていくっていうことも必要ということがあったりします。はい。
あとはもう、ここは最後の方を飛ばします。あとはまあ、こういう取り組みとか、質問内容とかどうでした、理解しやすいですかっていうところで、基本的にはまあ、大体9割とか8割ですね。ただ、ちょっとまあ、質問内容はやや多いっていうところがあったんですけれども、まあ、多い分フィードバックをいただいてるっていうところなので、まあ、質問数をまあ見直すよりか、ちょっともうちょっとフィードバックの情報を少し向上できるように何かしら検討しなきゃいけないかなというふうに感じています。あとは報告書の満足度とか、この活動の期待に関しては、まあ、だいたい8割ぐらいやっぱあるので、引き続きやっていきたいというふうに思っております。ということです。はい。一応私からは以上になります。今後の活動としてはですね、引き続きこの同様な活動は進めていきたいと思っています。ただ、やっぱりちょっと質問とか選択肢っていうのは見直しが必要かなと思ってますし、その ISMS 自体もちょっと最近企画が新しくなりましたので、そのあたりもちょっと取り入れてですね、おそらくまあ DX を踏まえたそのポイントが書かれていると思いますので、そのあたりも踏まえたちょっと見直しが必要かなと思っております。あとはですね、ちょっと実態調査、ぜひ協力したいと、私一人がやってますので、ぜひ何か協力いただける方が、興味があっている方がぜひお声掛けいただければと思います。はい。私からは以上になります。